全国障害年金パートナーズの動画。こんにちは、障害年金コンサルタントの宮里です。昨日の動画で新刊のデザインを外注しましたというものを出したんですが、早速クレームが飛んできました。クレームはメールに送られてきたのですが、その内容はこんな感じでした。いい加減なところにアクセスした私が間違いでした。今後メールをよこしたりしないでください。この人はすでに自分でメルマガを解除していたので、私が解除するまでもなく今後メルマガが送られることはありません。このようなクレームがたまにあるのですが、私自身は良い傾向だなと感じています。というのも、私は自分が関わる人は誰でもいいとは思っておらず、自分の価値観と合わない人は無理をして付き合わない方がいいと考えているからです。うつ病で苦しんでいるあなたならわかると思いますが、人間関係というのは一番大きなストレスだったりします。もちろん良い人もたくさんいるのはわかっていますが、明らかに悪影響を与えてくる人っていうのもいますよね。人の悪口ばかり言う人、常に相手を見下した態度を取る人、自分の意見を通すために言葉の暴力に訴えてくる人、いろんな人がいます。このような人が身近にいることでストレスをため込み、うつ病を発症してしまった人もいます。ちなみに私は、人の悪口ばかり言う人、態度の悪い人、全国障害年金パートナーズに値引き交渉をしてくる人が嫌いです。私は自分の嫌いな人と関わることで人生を消耗したくないのです。そこで出した答えが、自分の価値観や考え方を発信するということです。自分の価値観を発信することによって、共感してくれた人が集まるようになり、逆に違うと感じた人は去っていってくれます。私はブログでいろんなことを語っていますが、こんな人と関わっていきたい、こんな人の障害年金をサポートしたい、こんな人とは関わりたくないというのを考えた上でメッセージを発信しています。だから私のメッセージを受けて離れていく人がいるのは、ある意味ありがたいことなのです。価値観が合わない人の障害年金をサポートしたとしても、お互い信頼関係が築けていないので、深い話ができず、障害年金の成功率にも影響してくるからです。それに2017年は延べ2640名の人と関わることができました。もっと言えば、ブログや YouTube を見た人なんかも含めれば、年間で数十万人の人とつながりを持つことができました。しかし、その全ての人の障害年金をサポートすることはできません。私の体は一つですからね。月に10名をサポートするのがやっとなのです。だからこそ、誰をサポートするのかというのは私にとって重要なことなのです。どうせサポートするのなら、本当にうつ病で苦しんでいて私と価値観が合う人、私がサポートすることで経済的不安を解消できる人をサポートしていきたいのです。その方がお客さんにとってもいいことですよね。そんなわけで、一部の人に支持されつつ、一部の人には嫌われる、そんなメッセージを発信し続けていきたいと思います。うつ病で経済的不安を感じている人は、魔法の靴とうつ病になったティラノサウルスという動画をご覧ください。あなたの不安解消につながるはずです。また、あなたのうつ病で障害年金を受け取れるか、私たちが無料で判定しますので、画面右上のリンク先からお申し込みください。